はい、いつもお世話になっております葬儀屋の遺骨でございます。はい、本日の方はですね、ガンダムマキシブーストオン、現在先行体験会中ということなんですけれども、こちらですね、これからガンダムマキオンを始めたいそこのあなたに送る、初心者講習用ビデオといった形のことになっております。はい、まあ、このねガンダムマキシブーストオン、まあ、2オン2でやるハイスピードガンダムアクションゲームということでね、非常に面白いんですけどね、まあ、問題点がありまして、このゲーム、はい、残念ながらチュートリアルがねそこまで用意されてないというところでね、まあ、基本的な操作説明ぐらいしか、チュートリアルがなくて、実際にこう何から動かしていいのかわからない、何を勉強したら上手くなれるのかっていう話がですね、全然成り立っていないというところから、まあ私のところのね、まあ視聴者さんの中でも、ちょっと、初心者向けでちょっと教えてほしいという意見もございましたので、まあ今回こういったビデオを、撮るにあたりましたという、まあそんなお話でございます。はい。で、このガンダムのゲームね、これもね、もうなんかもう100機体以上いてね、もう何選んだらいいかわかんないって話なんですけれども、基本的には、もし自分の好きなね、ガンダム作品があってっていう方はね、まあ、なるべくそういったものから進められることをお勧めします。はい。っていうのは、まあ、やっぱ何事もね、モチベが一番ですし、このゲームなかなか練習をしないと、こう、入門者が、初級者の位置に上がってくるまでも、時間がかかってしまうゲームではあるので、はい。まずはね、自分の好きなキャラクターからぜひやってみればいかがでしょうかね、ということで、はい。本当にね、本当に何選んでいいかわからないと、いう方、は、まあ一応私最初このホットスクランブルガンダムっていうのを使って説明をするので、まあもしよろしければ同じ機体でね、まず操作を試してみるのが一番いいんじゃないかと思います。はい。じゃあ早速始めていきましょうか、講習会ということで、まあ本当に今講習会におきましては、入門編ということで、触ったことない人向けにアドバイスをします。はい。本当に一からなので、もうゲーセンである程度100円入れて動かしたことあるぞとか、いう方にとってはね、ちょっと退屈な内容になってしまうかもしれませんけれども、本当に入門向けということで、ゲームに本来備わってるはずのチュートリアルがないからやっているんだということをね、ご理解していただけるとすごく助かりますということで。じゃあまずは、基本操作からやっていきましょうか。はい。ということで、まずね、方向キーを倒してもらうと、こうやって移動ができると思います。まあ、コントローラーの場合は、左スティック、もしくは、十字キー。今これコントローラーで動かしてるんですけど、十字キーとかで、まあ、移動ができます。これが歩きですね。ただ、このゲーム、もう最初に伝えといてなんなんですけど、歩きは使いません。ほとんど使いません。はい。なので、基本的に歩くという動作はほとんどないと思ってください。じゃあ、歩きもないのにどうやって移動するんだよというところでね、まあ一番最初基礎動作の中に入ってくるね、まあ移動方法について、まあちょっと、フォーカスしていきたいと思いますと。で、このゲーム、まあジャンプボタンと、それから格闘ボタンと、それから射撃ボタンと、まあ大体基本的にこの3つのボタンを使って操作をしていきます。これとあとスティックですね。はい。で、ジャンプボタンを2回押すことによって、ブーストダッシュという行動ができます。これですね。基本的には、このブーストダッシュという移動をね、使って、戦いの最中はずっと移動を行うといった形になりますね。はい。なので、早い話が、コントローラーだと基本設定だと×ボタンになってまして、で、アーケードコントローラーでやってる方は薬指に当たるんですけど、それらをもう本当に連打し続けます、このゲーム。このような形で、基本的にはもうブーストダッシュを連打し続けるゲームです。はい。なので、初心者の方は、まずその動作に慣れるように、これが一番最初の練習ですね。ブーストダッシュで移動することに慣れてみましょう。最初のうちは、最速で入力することにこだわらなくて大丈夫です。ブーストダッシュをこうやって2回押すと、まあ、本来こうやって長押しすることによって、まあ、飛び続けられるんですけれども、こうではなく、タタン。パタンと押してブーストダッシュを繰り返すという行動をね、まず手になじませましょう。これが初歩の初歩、第一歩です。このゲーム入門の本当に第一歩になります、ブーストダッシュですね。慣れてくるとこうやって何回も連射してもあんまり指疲れなくなってくるんですけど、まあ、初心者の方がブーストダッシュ連射してると基本的には指疲れてきたりもありますので、まあ、指に負担がかからない程度で最初はいいです。最初はいいので、まあ、ゆっくりとこうやって2回パタンって押す感覚を身につけましょう。これが最初の移動方向、ブースト移動というものですね。はい。ブーストダッシュ移動です。で、この行動は、全機体できます。全機体できますので、この行動はどんな機体を使ってる人にも、必ず通用することなので、初心者はまずブーストダッシュ移動を手に待ちませましょう。はい。できたかな？
ということで、まあ、ブーストダッシュの方が、なんとなく分かってきたかなという方ね、じゃもう一個基本の移動方法を教えましょうか。はい、方向キーを同じ方向に入力するとステップしますステップします。さっきのブーストダッシュに比べて、まあ、移動速度もなんかそれっぽくないし、移動距離もそれっぽくないように見えるこの行動なんですけど、これも重要な移動テクニックの一つです。というのも、まあ、このゲーム、こうやってまあ射撃がいろいろね、あるゲームなんですけど、まあ、射撃が基本的には相手の機体に向かって曲がってきます。はい。撃った射撃は相手に向かって曲がります。なので、こういうステップとかを使った誘導切り行動を行わないと、たまに当たってしまうんですね。なので、まあ、最初のうちはこのステップを意識して移動に組み込むのはなかなか難しいので、初心者のうちはこういうのがあるんだと知っておくことからで全然大丈夫ですが、まあ、これも基本的な移動テクニックの一つになります。はい、ステップ移動。これは誘導を切っておりますので、相手の弾に当たりづらくなりますね、とても。うん。まあ、そういう行動もあるんですよ、ということで、これも基礎テクニックに加えさせていただいております。はい。そして、三つ目の移動方法として、まあ、これちょっと入れるか迷ったんですけど、これも三つ目の基礎テクニックとして初心者に教えるべきなので、三つ目の移動方法も教えます。フワジャンというテクニックですね。はい。ブーストダッシュを押した後、ブーストダッシュを押した後、こうやってダッシュした後ね。ダッシュした後にジャンプボタンを1回。で、このように、ブーストダッシュした後、ぴょんって飛びながら、まぁ、ちょっと山なりに飛んで、長い距離を移動することができる。この移動テクニックをフワジャンと言います。続けるとこんな感じね。タイミングを口で言いながらやりますけど、タタン、タン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 と。まあまあまあそんな感じで。これがまあフワジャンというテクニックですね。はい。このフワジャンというテクニック。いや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 、ブーストダッシュでこんなにこう方向制御しながら移動できるのに、なんでフワジャンなんか使わなきゃなんないんだよと。まあそういう疑問を持った方はね、非常にセンスあります。はい。なんでこの技術も既存テクニックなのかというと、この飛び方、すごく燃費がいいんですね。この行動すごく燃費がいいし、機体によってはものすごい遠くまで飛べるんですね。はい。なので、ここも基本テクニックに加えさせていただきます。このフワジャンとブーストダッシュを使って、戦場を自由に高速で駆け巡るようになることが、まずこのゲームの移動においての第一歩になります。はい。結構難しいんですけどね、最初のうちは。こうやって、いろんな方向にフワジャンをして、こう空中をね、こう飛びながらね、高速で移動すると。まあ、ここまでできるようになったら、まあ本当に、このゲームの移動テクニックの処方を覚えたんですね、あなたはね。あなたは移動テクニックの処方を覚えました。おめでとうございます。歩くだけでは一生勝てません、このゲーム。絶対に勝てません。はい。120% 負けます。なので、初心者は、まあ、なかなかね、薬指とか、あるいは親指とか、まあ、辛くなってくるかもしれませんけれども、最初のうちはなるべくこう、ブーストダッシュ。これを好きにできるようになって、ブーストダッシュが好きにできるようになったら今度はフワジャンを覚えてみましょう。タタン、タン、タタン、タン。まあ最初のうちはもう本当にこれをやるだけです。これをやるだけ。これをひたすら練習する。で、もう移動ができない人間はこのゲーム攻撃できないんで。このゲームは、ここのテクニックが使えない人間は攻撃に参加すらさせてもらえないっていうゲームなので、まあ初心者に対する敷居が非常に高いんですね。はい。なので、最初は、まあ、ここが本当に一番最初の基礎の基礎なんだと思っていただく中で、ここをしっかり練習してください。で、ここまでのテクニックは全機体できます。大丈夫です。唯一できない機体とかもあるんですけど、あるんですけど、まあ、それらの機体はおそらく最初に選んでることはまずないと思うので、まあ、特例中の特例だと思って、基本的にはほとんどの機体がこの行動ができますので、戦場を自由に駆け巡れるようになりましょう、最初は。というわけで、まあ、移動テクニックの説明もぼちぼちということで、じゃあ、もうちょっと戦いに迫るテクニックからいきましょうか。はい、ということで、次は武装の使い方について説明をしていきたいと思います。ということですね。はい。まずはこのホットスクランブルガンダムを、材料にしまして、皆様に、コマンドについていろいろ教えていきたいと思います。はい。まずは、射撃ボタンを押すことによってメイン射撃が出ますね。ピッ。いろんな機体がメイン射撃持ってますが、メイン射撃はこうやってビームライフルだったり、まあ、マシンガンだったり、グレネードランチャーだったりします。それはもう機体によってバラバラです。はい。まあ、今回の講習では、一応ビームライフルを持っている機体、
を中心として話しますので、もしねマシンガンを持っている機体を最初に使いたいんだという方はちょっと説明が違ってしまうので、そこはご了承ください。はい、あくまでビームライフルを基礎的に説明していきます。名射撃でこうやってビームライフルを撃つと。で、このホットスクランブルという機体のサブ射撃は、このファンネルを飛ばす機体ですね。チュイーン、ファンネルを飛ばしてビームを出すと。これがこの機体におけるサブ射撃です。はい、サブ射撃の出し方は射撃ボタンと格闘ボタンを同時押しで、まあ中にはこうやって入力方向によって出す方向を変えられる射撃もいっぱい存在しますと。この機体はそういう機体ですね。はい、で、特殊射撃、射撃ボタンとブーストボタンを同時押し、ホットスクランブルにおいては、まあ、高出力の弾を一発ポンと撃つと、こういう武装ですね。はい、これが特殊射撃。そして格闘ボタンとブーストボタンを同時に押すと特殊格闘という技になります。このホットスクランブルだとこうビームで鞭を投げ払いするとズバーッとこういう機体になりますね。はい、でこれらの武装は全機体違います。はい、全機体違います。あなたの好きな機体は多分私のこのホットスクランブルと全く違う武装になっておりますので、自分の機体にはまずどんな射撃武装があるんだろう、どんな格闘武装があるんだろうというところからまずは、勉強していきましょう。メイン射撃、サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘、まあ、この4種類基本的にありますよと。でそれに加えて、メインチャージ、この機体の場合はメインチャージというものがあります。今ねこのビームライフル撃った時に右のゲージの段数が減るんですけど、その下になんか、まあ、謎のゲージがありますね。射撃ボタンを長押ししてるとその謎のゲージが溜まりまして、チュピーンって音が鳴った後離すとメインチャージショットを撃ちます。これもいろんな機体いろんな武装で違います。はい、この機体はメインチャージショットでこういう、まあ、垂れ流すビームを極太ビームを撃つという機体になってますね。ズビーッとすごいダメージでね。はいまあこういう感じですね。まあこれがまあ基本的な武装欄になります。ここの部分の使いように関しては基本的に全機体一緒です。コマンドは一緒です。はい。ただ武装を押した時に何が出るかは機体によってバラバラということですね。じゃあまあそこまで分かってきたら、じゃあ武装をどう使えばいいのよと、いう話になってきますね。じゃあビームライフルを主軸に武装の使い方、このゲームの根幹テクニックの一つ、ブーストダッシュキャンセルによる射撃のズンダというものを、教えていこうかなと思います。はい、まず、このゲーム、武装にはそれぞれ硬直というものがありますね。例えばビームライフルを連射してみましょうか。射撃ボタン連打してみます。ピチョンピシュンピシュンと、これ今連打してるだけですね。連打してるだけだとこれだけの感覚があります。はい、これの後すきを、硬直ですね、硬直を、ブーストダッシュでキャンセルすることができます。はい、ビームライフルを撃った瞬間にブーストダッシュしてみましょう。射撃ボタンを撃った後にブーストダッシュボタン、ブーストダッシュボタン、ジャンプボタンだね、ジャンプボタンを2回、射撃ボタン1回にジャンプボタン2回、こう射撃を押した瞬間にブーストダッシュ、こんな感じ。これを繰り返すことによって、まあ普通だとね、これぐらいの感覚で、これぐらいの感覚でメイン射撃を撃つのを、ブーストダッシュキャンセルを使うことによって、このように連射ができます。これがこのゲームの基本テクニック、ズンダと呼ばれるテクニックです。はい。射撃武装の硬直をダッシュでキャンセルしてるんですね。なので、このゲーム移動ができないと攻撃ができないっていうのはこれが理由でして、ブーストダッシュにおけるこう連射を指が理解していないと射撃もできないんですよ、まともにまずはこれの練習をしましょう。これが入門編の中で、まあ、とても重要なテクニックになってきます。はい、これができるようになってきて初めてあなたは多分自分の機体を少し好きなように動かせるようになってきてるはずです。はい、でこれらのキャンセルは、他の武装も一緒です。サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘も全て同じようにキャンセルができます。こんな感じで、特殊射撃もこんな感じ、特殊格闘もと
まあ、ほとんどの射撃武装がブーストなしでキャンセルできます。まあ、中にはできない武装とかもあったりはするんですけど、基本的には全部できると思って大丈夫です。はい。なので、攻撃を出したらブーストダッシュ、攻撃を出したらブーストダッシュっていう感覚を手に馴染ませましょう。これが一番最初、あなたがこのゲームで練習しなきゃいけないことです。でこの大事なことをこのゲームは教えてくれないこのゲームは初心者チュートリアルとかでそういう大事なことを教えてくれないというのが一番問題点なんですね、はい、なので今ここで私が断言します。このテクニックは必ず覚えてください、はい、絶対に覚える必要があるテクニックです。で、まあ大体、例えば、まあビームライフル3連射とかができるようになってきたよと、いう方、じゃあちょっとひねってみましょうか。ビームライフルを2連射した後に、サブ射撃や特殊射撃、特殊格闘を打って、コンボにしてみましょうか。これは特殊射撃を最後に打ちましたね。ビームライフル、ビームライフル、特殊射撃。トントン。で、これらが好きにできるようになってくると、機体それぞれの射撃コンボとかができるようになってきます。はい。と、まあ、こんな感じ。で、これらが、まあ、できるようになってきて、初めて相手に弾をしっかり、送ることができるようになると思います。そしたら、まあ、ようやく、スタートラインに。ようこそ、チンパンジーの世界。間違えました。マキオの世界へ。ようこそ、マキオの世界へという感じです。ここまで来てようこそです。はい。なので、初心者のうちは、ひたすらこの感覚をトレーニングモード、あるいは CPU 戦で馴染ませましょう。ビームライフルを連射したりとか、ビームライフルに合わせて他の武装を撃ったりとか。これが簡単にできるようになって、で、まあ、ジャンプキャンセルとかいろいろ使いながら、このスタッキのね、この、一番最初言ったフワジャンとかね、いろいろ使いながら相手との距離を調節して、まあ、こういう感じで動かせるようになってきてからようやく入門です。おめでとうございます。次にはね、格闘コンボの話をしようかなと思いますね。はい。そもそも、このゲームの格闘って何ぞやというところから話を始めましょうか。このゲームの格闘というのは、相手が近くにいる場合は、自動的に相手に向かっていく攻撃で、当てると大ダメージというのが特徴です。はい。で、それらは全部、緑ロック、赤ロックという状況があるんですけど、ある程度近くにいないと反応しないという特徴があります。今これ、相手のマーカー緑色ですね。相手のガンダムを緑色の丸が囲っています。その時に格闘ボタンを押したところで、まあこうなると。まあ全然、もうなんかもう適当なところで振ってるだけですよ。こんな素振りですよ。ということになって何の意味もないです。では、格闘攻撃はどこで振るのかというと、近づくと赤色になりますね。赤色まで近づいて、さらに近づくと、丸になんか線が出ますね。ピッつって。ここぐらいになってきたときに、初めて格闘が機能します。このゲームの格闘攻撃というのは、本当に基本的には近距離じゃないと当たらない攻撃です。今これ、丸に線出てないね。丸に線出てないね。多分この距離だと当たらない。うん、当たらないね。っていう感じ。格闘ボタンを押すと一定時間相手を追い続けて格闘を当てようという動きになります。はい。こんな感じ。になりますが、当然、まあ、伸びきるまでの限界距離があるので、本当に近くにいないと当たらないと。なので、基本的に初心者が格闘を決めるとか、格闘を狙いたいなと思う場合は、まずこういう近距離に近づかないといけません。そこをまず理解しましょう。という感じ。で、まあ、次に格闘の種類について。ちょっとお話をしましょうか。格闘の種類についてなんですけど、このゲーム、格闘技は、基本的には5種類かなありますね。まず、ニュートラル格闘。何も方向キーを入れずに格闘ボタンを連打してれば、このように、まあ、ニュートラル格闘が出ます。これらも機体によって全部バラバラです。はい。そして次に、左か右、横方向にスティックを倒した時に出る横格闘。さっきとモーションが違いますね。これがまあ横格闘です。そして後ろ方向を入力した時に出る後ろ格闘。この機体の場合は切り上げ1段ですね。そして前方向を入力した時に出る前格闘。
で、ここで4種類の後、最後5種類目、ブーストダッシュ格闘、通称 BD 格というものがあります。ブーストダッシュをしながら、前方向に入力をして格闘を出す。まあ、基本的に初心者は横向きにブーストダッシュ格闘を出すのは難しいので、まあ、相手方向に前ブーストダッシュしながら格闘ボタンを押すと、まあ、こういうブーストダッシュ格闘が出ますよと覚えれば大丈夫ですね。まあ、これらが、まあ、初心者はまだこれらを使いこなすのは難しいんですが、まあ、こうやって格闘には5種類あるということを知っておいてください。中には、コンボの中で、この格闘を使った方がコンボが強いとかっていうのが存在しますので、それらはまあ、期待に応じて、覚えていく必要がある格闘を手になじませるという形ですね。はい。基本的には、まあ、こういう種類があるんだよってことをまず覚えることから。で、まあ、格闘には5種類あることが分かったんだけど、それを使ってじゃあどう格闘コンボすりゃいいのよと。いう方、お待たせしました。格闘コンボのお時間がやってまいりました。ということで、このゲーム、格闘も基本的には、まあ例外はありますが、基本的には格闘もブーストダッシュ、もしくはステップでキャンセルすることができます。途中でやめることができるんですね。例えば、やめない場合は、こうやって、まあ、3回振るわけですよ。連打すると。連打すると3回振るんですけど、途中でやめる場合は、ブーストダッシュ入れましょうか。2回振ったらブーストダッシュ入れますよ。はい、はい、はい。まあこんな感じで途中でいつでもやめることができるんですね。まあ、こんな感じで同じようにステップでもキャンセルできます。格闘からステップ、格闘からステップ、格闘からステップ、こんな感じ。まあ、ちょっと最初のうちはね、操作が忙しくてなかなか慣れないんですけど、うん、これもまあさっきの射撃コンボがしっかりできた人ならきっと練習すれば必ずできます。大丈夫です、安心してください。みんなできます。で、まあ、これらのテクニックを応用して格闘を叩き込むのが格闘コンボになります。はい。なので、まあ、割と一番最初は、まあ、本当に初心者が覚えるべき単純な格闘コンボを教えます。はい。やり方は簡単です。格闘ボタンを2連続で押して、2連撃を出した後、ブーストダッシュでキャンセルしてから、今度は3連撃出し切ってみましょうか。これが一番単純と言われる格闘コンボ。N 格闘2段から N 格闘3段と呼ばれるテクニックですね。はい。まあ、できない機体もいますけど、基本的にはいろんな機体が同じコンボできます。はい。はい、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 はい。今度は5連撃になったんですね。さっきは3連撃で終わってたのが5連撃になりました。しかも200ぐらい減ってます。強いですね。ほう。これを最初は練習してみましょう。これがまあ基本中の基本コンボです。はい。これができるようになって初めて他の格闘コンボ狙ってみようかなとか、そういう状況が発生します。初心者のうちは、これぐらいの近距離に来たら、こういうコンボもあるんだってことを狙ってみましょう。で、まあさっきこの格闘は、まあ、こういうブーストダッシュでキャンセルできると言いましたが、なるべくステップを使った方がいいです。なるべく。こんな感じ。で、まあ最初にね、移動テクニックとしてはそこまで強い話じゃないんだけどって言ったこのステップ。格闘をキャンセルすると、なんか虹色になります。これを虹捨てと言います。はい。普通のステップ。普通のステップ。格闘をキャンセルすると同じステップなのになんか虹色に光る。これ虹捨てって言うんですけど、格闘コンボにはこの虹捨てを組み込んだ方がいいです。基本的に。まあ、いろいろな理由はあるんですけど、まあ、基本的には、その方が繋ぎやすいっていうのと、その方が、時間が早いっていうの。それから、誘導を切ってるので、対戦相手の相方に妨害されにくいっていうのがあります。はい。まあ、いろんな理由はあるんですが、初心者は深く考えずに、格闘はステップでキャンセルすればいいんだって覚えれば十分です。はい。なので、格闘ボタンを押した後、同じ方向にステップを2回。最初は横でいいです。最初は横ステップを練習しましょう。右か左に2回。こんな感じ。大丈夫です。射撃コンボができたあなたは絶対できます。で、今こうやってやってみて分かる通り、キャンセルを繰り返すと格闘だけで相手を追うことができます。この距離からも格闘を一応狙えるっちゃ狙えるわけですね。こういう感じ。なので、どちらにせよ基礎テクニックの一環になるので、このテクニックはしっかり覚えましょう。ただ、これが楽しくなってきちゃったっつって、こればっかりやっても絶対勝てませんので、まあ、あくまでテクニックの一環なんだということは、覚えておきましょう。まあ、中にはこれを狙うことが強い機体、格闘機寄りっていうのもありますけど、うん。まあ、今回は基本的に、
どんな人にも通じるアドバイスからやっていきますので、よろしくお願いしますね。はい。ということで、まあ、この辺で格闘ステップでキャンセルすることができるようになったら、まあ、いろんな格闘コンボを練習してみてください。で、機体によっては、まあ、格闘コンボであんまりダメージの入らない機体もいますし、逆に格闘コンボだけで300ぐらい減らせる機体もいます。その辺は個性が出ますね。はい、ちなみにこのホットスクランブル君は、まあまあ格闘も強いし、まあまあ射撃も強いっていう、実に万能機です。はい。ブーストダッシュ格闘から前格闘とかね。まあ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 。こうやって、まあ本当にいろんなコンボがあります。あとは、で、格闘コンボが少しできるようになってきた。N 角とか、あるいは初段3回 N とか、まあこういうコンボがもう自分ですもうすぐにでもできるようになったぜという方はですね、射撃を絡めたコンボも勉強してみましょう。まあ初めのうちは単純ですけど、N ビームライフ。これで十分です、最初のうちは。うん、十分。こういった射撃を絡めて、あの締めをわざわざ格闘にしなくてもいいんだっていうのも覚えてくると、コンボの幅が広がります。N、後ろ、特射とかね。横、後ろ、射撃発生、特射とかね。まあ本当に機体によって様々なコンボがあるんで、まあこの辺をね、やり始めると多分ね、いろんなコンボを調べてるのが楽しくて、トレモにこもるのが楽しくなり始めることです、この頃は。なので、まあ自分の機体を理解してあげてください。ここができるようになったら。そして、それを学ぶついでに、射撃から格闘ができるってこともしっかり覚えましょう。特にブーストダッシュ格闘を使って、ビームライフルから格闘をつなぐってことは初心者とても大切です。ちょっとやってみましょうか。ビームライフルからブーストダッシュ、そしてブーストダッシュ格闘を出し切る。これはビームライフルっていう当てやすい射撃から大ダメージを取れる技です。初心者のうちは前ブーストダッシュで大丈夫です。という風な感じ。これも練習してみましょう。まあ最初のうちはね、まあ、ちょっとうまくいかなくて N 格闘に化けたとかでも全然大丈夫です。こういう形で射撃からの格闘コンボもいっぱいあるんだというところを覚えると、あなたはもうあなたはもうエクバ初心者です。もうエクバ初心者です。大丈夫です。あなたは断言していい。エクバ初心者。まあここまでが格闘コンボかな。うん、これ以降の話になってくると、格闘コンボは本当に全機体バラッバラです。全機体バラッバラなので、自分の格闘コンボどういうのがあるんだろうっていうのは今もうウィキで調べれば全部載ってるので、もしね気になった方、あるいは自分の機体がどんな機体なのかわからないなという方はね、あのウィキを見たり、あるいは、まあ、マキシブーストオンの後にね自分の機体の名前載っければもう YouTube でも何でも動画出ますんで、今の時代何でも出ますから。昔のゲームセンターじゃないんで、まあ、あのもう YouTube でいろいろ調べてみるのも面白いですよということで、はい。お、いい質問がある。先生、なんで射撃のキャンセルはステップじゃないんですか。いい質問がありますね。そう、格闘の攻撃はステップでキャンセルするのがいいと言ったのに、射撃の攻撃はステップでキャンセルするのはダメなんですか、ブーストダッシュなんですかって。そう、実は射撃の硬直はステップじゃキャンセルできないんです。じゃあ試しにステップしながら打ってみますね。こうなります。実は硬直がキャンセルされてないんですよという問題があるので、あの射撃コンボはステップじゃ成立しません。はい、基本的には。ただ一部例外な武装もあって、ステップができる射撃武装みたいなものも中にはあります。で、そういった武装は、得てしてその機体においてとても重要な立ち回りになるので、まあ、もし自分の機体が、ステップできる射撃を持ってるっていう場合はね、覚えておいた方がいいかもしれないですね、とても。はい。ちなみに空中で撃って、ステップしてキャンセルする場合は、まあ、機体の移動方向を変えずに離脱できたりもするんです、こんな感じ。これちょっと難しいテクニックだから、これ中級者以降で覚えるべきなんで、まあ、この辺は初心者はやらなくていいんですけど、こういう風にビームライフルを撃ちながら姿勢を変えずに後ろにバックステップするみたいな、こういうやり口もあります。この辺は上手になってきたら覚えましょう。はい。なので、基本的には射撃はブーストダッシュ。こういう感じ。射撃はブーストダッシュ。格闘はステップ。っていうのを初心者のうちはひたすら指になじませよう。先生、弱体すぎてウィキが埋まってません。なんだとなんだと
まあ正直な話を申しまして、あの初心者におすすめの機体がウィキが埋まってないってことはまずないので、まあそういう時はもう涙を汲みながら、初心者最初の動きがわからないうちは初心者向けの機体、あるいはバランスのいい機体から触ってみて、その後自分の好きな機体で練習してみるっていうのがまあいいかもしれませんね、そういう時はね。正直ね、なくもない。つか昔はよくあった、そういう話が。まあ今はこうやってね、オンラインで対戦もありますし、家庭用でこういうのも出てますんで、今はそうやってウィキが全くないってことはあんまないんですけど、あんまないですけど、昔は多々あったんで、まあこれもまた時代ですかね。はい。というわけで、まあ、射撃から、それから格闘コンボから、まあ移動からっていうことでね、まあいろいろ移動、射撃、格闘、このゲームにおける重要なね、まあ、3パーツを覚えました。皆さんおめでとうございます。初心者です。ではもうちょっとこのゲームの根幹として重要なところに触れていきましょうか。2ポイントあります。1つは弾の避け方、そしてもう1つは覚醒の使い方ですね。この2つについて喋って、まあ、今回の初心者の話は、まあ、根幹のテクニックについてはこの辺で終わりにしようかと思います。いわゆる初心者がね、細かい機体ごとのテクニックなのね、機体対策なのに触れたところで分かんないんで、はい、今回の初心者講習は残り弾の避け方、それから覚醒の使い方を話して終わりにしたいと思いますよ。というわけで、まあ、弾の避け方についてから言いましょうか。で、先ほどからこちらがね、いろいろテクニックを教える中で、こうやってまあサブ射撃、特殊射撃、ビームライフル、まあいろんな攻撃を出すわけじゃないですか。あなたがもう射撃をいっぱいできるようになってますと。うん。ってなると、当然ですが、相手もそうやって射撃してきます、このゲーム。当たり前ですよね。はい。相手もそうやって射撃をしてきます。相手にされた射撃ってどう避ければいいんだろうというところですね。いくつか、それのテクニックがあります。なので、それについてちょっと紹介していきましょうか。はい。基本的には、相手の、例えばビームライフルを相手が撃ってきましたと、こういうビームライフル、見てわかる通りまっすぐ飛んでますね。なので、横にブーストダッシュしましょう。相手を見て、円を描くように。このゲームは、こうやってターゲット方式のゲームなので、右方向にこうやってブーストダッシュをするってると、自然に円を描いてます。相手に向かって。こう描くように左右を繰り返しながら、相手のビームライフルとかまっすぐな射撃は横移動で避けましょう。はい。で、中にはくっそ曲がるミサイルだのめちゃくちゃ追ってくるアシストだの、まあそういうこう横移動では避けられないような攻撃を持っている機体も中にはいます。まあ結構初心者狩りに使われる機体にはそういう攻撃を持っている機体が多々あるので、そういう時にはどうしたらいいでしょうか。ステップを踏みましょう。その時のためのステップです。基本的には、まあ、右方向とか左方向にステップを踏みながら、よく曲がる武装を持ってる相手が明らかに曲がる武装を撃ってるなと思った時にはステップを踏みましょう。ブーストダッシュ中とか空中でもステップは踏めます。まあ、ブーストダッシュ中に踏むとこう変形が出ちゃう機体もあるんですけど、これ今ステップ踏んでね、ステップ踏んでね、ブーストダッシュ、ステップ、ブーストダッシュ、ステップ踏んでね。で、まあ、こんな感じで。まあ、ブーストダッシュ中でもステップは踏めます。で、誘導の強い技は、得てして、弾速が遅い、弾の速さが遅いというのが、まあ、結構な共通点としてあります。なので、見てからステップして避けられる攻撃もとてもたくさんあるので、まあ、最初は意識してそういうのを避けるのはとても難しい話なんですが、明らかに何回もあの攻撃に当たると、なんであのミサイル避けらんねんだよっていう時には、もしかしたらブーストダッシュじゃなくてステップの方がいいかもです。そういうことを覚えとくと、まあ初心者狩りされにくくなりますね、とても。はい。じゃあ、まあ横移動でブーストダッシュとか、まあ、ステップとかで相手の攻撃を避ければいいのは分かったと。はい。ただ、それでもなぜか敵の弾が当たる。なんでだろう。そんな時がありますね、当然。このゲーム、どんなに移動してる時が美しかろうが、上手にできてようが、敵の弾が当たるタイミングがあります。それはどこでしょうか？そう、着地。着地してる瞬間はこのゲーム無防備なんですね。着地してからビームライフル撃ってみます。そう、着地中はですね、こんなに硬直があるんですね。今これはブーストをこうやってジャンプボタンを踏んで、オーバーヒートになりました。で、着地してからメイン射撃連打します。これぐらい今動けません、本当に。ビームライフルが出るまでの時間は全く動けてない時間なんですね。で、このゲーム、この着地を取り合うというゲームです、基本的には。一部例外はいますが。
一部例外はいますが、このゲームは基本的にこの着地を取り合うゲームなので、もし相手の球をきれいに避けてるはずなのに相手の射器が当たると、そういう場合はあなたは着地を取られてるかもしれません。はい、では着地を取られないようにしたらいいの、どうしたら着地を取られないようにしたらいいのかということですね。はい、そういう時は、あまりブーストを使いすぎないようにしてみましょうか。右下の青いゲージ、ブーストゲージに注目です。こうやってブーストダッシュしてるとどんどん減っていくでしょ。でオーバーヒートになったと、オーバーヒートで着地してしまうとすごい硬直を晒してしまうので、オーバーヒートになる前に着地しましょう。これぐらいで止める、これぐらいで止める。実はこのゲーム、まあ、あの相手のブーストダッシュや相手のステップ、まあ、そういった移動の行動を見てから、こちらがちゃんと着地を先にしておいて、でそれにて相手の着地を狙いに行くという行動が非常に強いです。まあ俗に言う5の先ってやつですね。はい、なのでもう本当に着地の読み合いなんですよ。基本的にはこのブーストゲージがまだほとんど減ってない状態での着地を、どうこうするっていうのは結構初心者の間ではまず取られないです。まず難しい。なので初心者のうちはそんなにブーストを使いすぎない、右下のゲージを見ながら、まあ、大体もう 3,4 回もブースト踏んだらもうきついんだなっていうのを理解しながら、オーバーヒートにならないようにやってみましょう。でこれを武装を打ちながら弾を送ってね、こうやってもう弾を送りながら、こうやってやりながらブーストゲージまで見るのは最初は難しいです。最初は難しいので、まあ自分なりのテンポで、例えばビームライフルを3回打ったらもう着地するとか、サブ射撃、特殊射撃を打ってビームライフル打ったら着地するとか、まあそんな感じで自分なりのテンポを持ちながらやるのがあの上達のコツですね。はい、ということでまずは自分がオーバーヒートで着地をしないようにしようと、ここがまず一つのねテクニックとして大事なことです。でそれから着地をごまかす奴らがいっぱいいますこのゲームえ、着地を取るゲームなのになんか着地取れねえし、相手の着地のタイミング異常じゃねってなる時がこのゲーム多々あります。それはもしかしたらオリテクのせいかもしれません。はい、オリテクというものについて触れていきましょうか。こうやってブーストをやって空を飛ぶと、空を飛んだ後にはどうしたって着地のタイミングがありますよね。高く飛べば飛ぶほど着地のタイミングは分かりやすいものになります。当然ですけど、まあ、ピョーンって飛んでガシャンって落ちれば、それはお前着地狙われるわって話ですね。はい、なんですけど、それらを相手の読みを外したタイミングで着地ができる技として、いろんな機体に降りてくというあの技が備わっている場合があります。そしてない機体もいます。はい、降りてくがない代わりに他の武装が強かったりする機体もあるので、これはまあある機体を前提に話をします。はい、でこのホットスクランブル、私が今使っているホットスクランブルという機体の降りてくはサブにあります。はい、サブの後に射撃ボタンでメイン射撃を打つと、こういう感じで連続で出せますね。こういう感じになります。これを空中で行った場合にストンって落ちます。こんな感じ、いきなりストンって落ちます。こうやってこれを使うことによって、あいつまだ浮いてんな、あれいきなり着地してるみたいな状況になるのが、まあ、このゲームの基本テクニック、降りてくと呼ばれるテクニックですね。はい、なんですが、まあ、これとても重要なテクニックなんですけど、これができない機体もいるので、まあ、これはできる機体の場合は自分の機体にどんな降りてくがあるんだろう、これもまだまあ大体ウィキに書いてあります。大体ウィキに書いてありますので、まあ、自分の機体にはどういう降りてくがあるんだろうって機体ごとに知っておくのがとても大切ですね。はい、まあ、もうちょっと降りてくについて触れると、まあ、降りてくをする前に、ステップ。こうやって、ステップをしてますね。これ、降りてくとする前に、こうやって一回ステップを入れてるんですけど、私一回。こうすることによって、より弾を避けやすくなるとかがあります。はい、この辺は、まあ、もうちょっと自分の機体に慣れてから、この辺のテクニックを練習すると、格段に相手との着地取り合戦に勝てるようになります。はい、まあ、初心者のうちは、まあ、ブーストダッシュを使わないように武装を打ちながら、あまりオーバーヒートにならない程度で着地しとけばいいんだなってことで、慣れてきたら降りてくとかを使ってもっと着地を相手の読まれないタイミングで着地をしてみるっていう、そういう着地の読み合いを外すっていうテクニックがまた必要になってくると、そういう話ですね。まあこれが相手の球の避け方の一つです。基本的には横移動、そして誘導の強い追ってくるようなホーミングの強い武装にはステップ
そして自分が着地を取られそうならば取られないような着地をしたり、あるいは降りてくでごまかすと、そういうのが必要になってきますよということですね。はい、これがまあ弾の避け方というお話でした。そして次に、次にというか、まあ、今回初心者講習ではこれを最後にしたいんですけど、覚醒についてお話をしていきたいと思います。さて、覚醒についてなんですが、左下にやたら自己主張の激しいゲージがありますね。ピカ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 先から光ってて。これが覚醒ゲージになります。この覚醒ゲージ、これ飾りじゃないんですね。この覚醒ゲージというものを、半分以上溜まってる時に、射撃、格闘、ジャンプボタン全部を同時押しすると覚醒というのが発動します。そして覚醒というのが発動した後に時間経過ごとに左下のゲージがどんどん減っていきます。でなくなったら覚醒終了ですね、はい、というのが覚醒の基本仕様になります。試しにやってみましょうか。こんな感じ、カットインが入って、なんかすごい感じ、赤く光る。そしてこの状態中はめちゃくちゃ速い、速い、すごく速い、あーすごい。というわけで機体の基本性能が尋常じゃなく上昇します。とまあなくなるとこうやってシューンってなると。ちなみに一応覚醒中に撃墜されても覚醒ゲージはなくなってしまうので、一回復帰した後にまだ覚醒続いてるなんてことはないので、まあ覚醒は大切にという。じゃあこの覚醒、もしかして覚醒って強くないと。あんなに移動速度上がるの？戦場飛び放題じゃないですか。そんな覚醒ゲージどうやって貯めればいいんでしょうか。基本的には貯め方がいくつかあるんですが、まあこうやって敵に攻撃を当てると、今こうやって敵に攻撃を当てました、左下のゲージをちょっと見てください、ちょこっと増えてますね、はい。というわけで、まあ敵に攻撃を当てても増えますが、基本的には敵に攻撃を当てるよりも自分がダメージを受けた時の方がこのゲージ貯まります。これが何を意味するかというと、どんなにあなたがその試合中ちょっと大ごけに大ごけしてしまって敵に攻撃を当てられていないと、でも自分がボコボコにされてるということはあなたの覚醒ゲージはおそらく溜まっているはずですということですね、はい。なのでボコボコにされてる時にこそ覚醒ゲージとても大切なんですね。じゃあまあ覚醒についてもうちょっと触れていきましょうか。覚醒ボタンを押して覚醒した後、まあゲージがなくなるまで機体の能力が大幅に上昇して、まあ移動速度なり攻撃力なりあるいは特殊な能力がつきます。はい、こちらの今 F 覚醒という状態になって F バーストって書いてあるんですけど、 F バーストの場合はこれは格闘寄りの覚醒です。格闘をするときに使用するブーストゲージとかの消費がものすごく少なくなったり、あるいは格闘コンボでめちゃくちゃ大ダメージが入ります。はい。が、まあ、射撃の火力とかも上がるので、まあ、本当に、相手に近づいて、機動力で相手を殴って大ダメージを取りたい。そんなあなたにおすすめの覚醒です。はい。で、覚醒中にもう一回、覚醒と同じ操作をすると、まあコントローラーの場合は右スティックを押し込み、で、アーケードコントローラーの場合は、まあ、人差し指、中指、薬指同時押しですね。はい。を、覚醒中にもう一回押すと、覚醒技という特殊な技が出ます。これも全機体バラバラですが、持ってます。必ず全機体持ってます。ので、まあ、最終必殺技みたいなもんですね。アルティマウェポンです。ウルトです、ウルト。やってみましょうか。切り抜けてファンネルと一緒に飛び込んでガリ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 ドカーンと、これがこいつの覚醒技ですね。320も減ってるよと。まあもう本当に最終奥義みたいなもんです。はい、機体によってはこの覚醒技立ち回りの主軸としてとても大切っていう機体もあるので、これででっかいワンチャンスをものにするぜっていう機体も中にはあります。自分の覚醒技がどういう覚醒技なのかは、まあ、なるべく一回使ってみるといいですね。はい、そしてこの覚醒技、なんと、まあ、物にはよるんですけど、こういう格闘乱舞系の覚醒技は格闘コンボに組み込むことができちゃうんです。なんてこった。さっきの、やってた N 格闘2段から N 格闘2段そして覚醒技っていう流れで、まあ、本当に基礎的な格闘コンボやってみましょうか。はいはいはい、覚醒技チュピーン、ガリ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 ドーン、まあこんな感じと、まあ格闘コンボにも組み込めると。
まあ、F 覚醒の場合は、こうやって格闘コンボも入れながら覚醒技も狙ってみたり、まあ、射撃で離脱して、まあ、相方、敵相方の方に向かって、さらに格闘コンボ決めに向かってみたりと、まあ、そういう攻撃的な部分がね、すごくなってくるね。じゃあ、他の覚醒って何なのよ、という話で、ちょっと他の覚醒もやってみましょうか。S 覚醒にしてみましょう。シューティングバーストって書いてありますね。シューティングバーストはまた全然違う覚醒です。覚醒ゲージの増え方とかは基本一緒です。ゲージ管理は一緒なんですが、覚醒した後の動きは全く変わります。格闘コンボの火力は言うほど伸びません。はい。S 覚醒の場合。じゃあ何が強いのと。射撃が強いんですね。シューティングの名に恥じないこと、射撃が強いんですね。シューティング覚醒中は、すべての射撃武装からすべての射撃武装にキャンセルが効くようになります。なんてこった。例えば、まあ今こうやってやってる時に、メイン射撃から特殊射撃。あるいは、メイン射撃からサブ射撃。サブ射撃からメイン射撃。メイン射撃から特殊格闘とか。まあ、こういった感じで、まあ、武装同士、まあ、連続で押すと、まあ、硬直をキャンセルしてくれるキャンセル技があるんですが、これらをすべての射撃武装に適用してくれる結果、メイン射撃は押してるだけで連射し放題だし、特殊射撃はサブ射撃も連射し放題。そして、リロードも爆速になると。そういった射撃寄りの覚醒になります。やってみましょうか。ピュン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 とこんな感じで、まあ、本当にもう怒涛の射撃攻撃を出せます。これが S 覚醒ですね。なので射撃寄りの機体にとっては、あの先ほどのファイティング覚醒 F 覚醒よりも盤面を動かすことができるかもしれません。相手をボコボコにできるかもしれない。遠距離だからと油断するなよと。まあこういう覚醒が射撃覚醒になります。ただ、もちろん弱点もあります。F 覚醒と違って格闘の火力が伸びないのもそうなんですが、移動速度の上昇とかに関しては、そんなに速くなってないです、実は。なので、S 覚醒でバンバン射撃を打ちながら相手に近づいて、イエーイイエーイってやってると、まあ、実は普通に着地取られたりとかもするんで、その辺は、まあ、無理をして調子に乗ると、結構難しい立ち回りを強いられてしまうので、どちらかというと、こう、冷静な判断が求められる覚醒ではありますね。はい。というところで、まあ、F 覚醒、S 覚醒というものがありますよと。で、それで、まあ、ちょっと CPU 戦では、まあ、あまりこう使えないんですけど、E 覚醒というものがあります。エクステンドバーストですね。これも正直初心者が使ってもおすすめはおすすめです、すごく。E 覚醒の場合はですね、他の覚醒、2種類の覚醒と全く違います。ガンプラとしての性能を試すため、覚醒ゲージの増え方は、全く一緒ですね。3つの覚醒は全て覚醒ゲージの増え方は一緒です。ただ、E 覚醒の場合、覚醒をしたからといって、まあ、射撃がこんなに連射できるようになったりとか、爆速で移動できるようになったりとか、そういう恩恵はないです。その代わり、E 覚醒の進化は、ゲージが半分溜まった時にあります。このゲームの覚醒は、一応このトレーニングモードだと、まあ、必ずこうやってフルで溜まっちゃってる状態ではあるんですけど、まあ、実際はない状態から少しずつ溜まっていくので、半分溜まったら使えるようになるよと。で、フルで溜まったらもっと長い時間使えるようになるよというのが覚醒の基本仕様なんですけれども。で、E 覚醒の場合、敵の攻撃を受けてる時に、こちらの覚醒ゲージが半分溜まっていた場合は、敵の攻撃から復帰することができます。なんと。なかったことにできます。ダメージは受けたままなんですけど、いきなり格闘コンボを食らいそうだなって思った時に、いい覚醒ってやると、格闘コンボを食らわずに抜けることができるんですね。で、抜け覚醒自体は、他の先ほどの F 覚醒、S 覚醒でもできることはできます。ただ、できる条件は決まっていて、マックスで覚醒が溜まってる時に、敵の攻撃を受けて覚醒することができます。しかも、その時には、覚醒ゲージが半分失われます。悲しい。なので基本的には覚醒抜けって損なんですけれども、ただこの E 覚醒だけはゲージが半分あるときに抜け覚醒ができてしまうというところが E 覚醒の強みですね。その代わり覚醒自体の性能はそんなに高くないっていうのが E 覚醒の基礎になります。そうね、今コメント欄でいいコメントありましたね。はい。格ゲーにおけるバースト。まあ、ギルティギアなんかですとサイクバーストっていうのかな。まあ、こういうテクニックが、まあ、このガンダムにも存在しますよ。このエクステンドバーストにおいては、覚醒ゲージが半分溜まったらもう抜けられるので、まあ、左下のゲージを見ながら、俺半分溜まってるなと。なんか光ってるなと。
いう時に敵の攻撃を食らって、あ、やっべってなったら、とりあえずすぐ押すっていう癖をつけるというところでもすごいいいですね。はい。まあ、覚醒技は普通に使います。ただ、さっき320減ったのに、今これ270しか減ってませんね。はい。見れば分かる通り、E 覚醒のダメージの上昇率はそんなに大したことはないです。まあ、なので、逆に E 覚醒って、まあ、初心者でも使えるんですけど、使いこなすのは結構難しくて、E 覚醒を使って相手にダメージを与えるの難しさっていうのは、結構初心者もね、多分使ってみれば分かりますよって感じですね。S 覚醒、F 覚醒の方が分かりやすい覚醒ではあります。それぞれ射撃か格闘かでダメージを取りやすいので。はい。ただ E 覚醒はまあ防御寄りな代わりに自分から攻めに行くのがすごく難しい覚醒なんだなって覚えとくといいかもですね。はい。これらがまあ覚醒の使用とそれから覚醒の使い方ですねについてお話をさせていただきましたということで、まあ本当にここまでが大体初心者が覚えるべきチュートリアルとして大体なことは教えたつもりですね。これでじゃあこれより先って何なのっていう話になってくるんですけど、これより先は本当にもっと上級テクニックの話になってきます。まあ、あの例えばですけど、機体ごとの最大攻撃力のコンボって何だろうとか、あるいはさっき言った変形であったりとか、特に変形に関してはちょっとめちゃくちゃ難しいですね。俺もこれは変形は上手じゃないのであまり教えるほど上手じゃないんですけれども、まあ変形の技術であったり、その格闘コンボの最大ダメージであったりとかっていう、まあそういう機体を極めるにあたって必要なものがまだまだあります。それに機体独自の能力も覚えておく必要があります。例えばこのホットスクランブルガンダム、これ万能機は万能機なんですけど、何が強いのかというと、この後ろサブ、これ強いんですね。非常に相手に向かってって相手にビームを飛ばしてくれるファンネルが6機発射されるんですけど、この行動すごく強いんですよ。まあ、初心者のうちはこれを撃ってるだけでも勝てるんじゃないかって言われるぐらいにはこれが強いですね。はい。これらを上手に使うとかって、機体によって何の武装を上手に使ったら強いんだろう、この機体って何が強いの、サブが強いの、特射が強いの、格闘が強いのっていうのが機体によってバラッバラな以上は、その辺を覚えるのがこれから先必要になってきます。もしね、自分が好きな機体があって、いや、俺もうちょっと子供の頃からさ、ちょっとガンダムウィング大好きでさ、みたいな。そういった形をね、持ってらっしゃる方は、じゃあ、ウィングガンダムは何が強いんだろうっていうことを、基礎テクニックを覚えた後に、身につけていくのが一番正しいことですね。ということで、まあ、いろんな機体乗れるようになってくると本当楽しいです。私もまあ、持ち機体は、まあ、ぼちぼちってところなんですけど、まあ、基礎がとりあえずできてれば、基本何の機体でも、あ、これこういう機体なんだっていうのが触ってみて楽しく思うと思います。なのでね、もうぜひね、なんだったらもうこのゲームの全機体、俺乗れちゃうぜって制覇してみてもいいんでね、ぜひぜひ、こちらのゲームで、ちょっと、夏を過ごしてみるのはいかがでしょうか。日本の夏、チンパンジーの夏ということで、はい。それでは、今日の講習会はこの辺で終わりです。そして、私の配信でも、まあ、逐一このゲームやってきますし、ぼちぼちね、わからないことあったら、Twitter 上でも、あるいは Twitter 上で聞きにくければ DM でも何でも、いつでも質問の方を受け付けておりますので、わからないことあったり、例えば、ちょっとこの機体って、ちょっとこういう使い方してるんですけど、最近ちょっと、みたいなことがあれば、まあ、多少なりとも、まあ、返事はできると思いますので、ぜひぜひ聞きに来てください。はーい。というわけで、本日の初心者講習会はここまでみんな、良きチンパンライフ、マキオンライフを、それでは、さよなら。